こんにちは、速稼塾の久保です。そして YouTube の皆様、速稼塾 YouTube の皆様ね、今日は新たにですね、東京のメンバーがですね、サッチャンネルという形で YouTube チャンネルを開設しました。西新宿からの情報をいろいろと送ってくださるそうなんですけども、まあこれがですね、恋愛のことを語ってくださるのか、それともお金のことを語ってくださるのか、健康のことなのか、それとも地域の情報なのか、グルメなのか、まだね、わかりませんけども、これから楽しみにしたいと思います。そうですね、この西新宿っていうものはね、どういうところかっていうと、まずはですね、こういうふうなね、モード学園国運タワー、モード学園国運タワーっていうのが、東京に行ったら目に入ると思うんですけども、これ西新宿なんで、そうですよね。なんだそうですと。で、その他ですね、西新宿といえば、映画のロケ地によく使われてるんですよ。例えばゴジラっていうものもありましたし、古いので言ったら日本沈没とかね、それからもっと古いのだと、狙われた学園っていうのありますよね。で、アニメだとサザンアイズっていうのに、使われてたみたいですけどね、モデルに。こういった形で、皆様もね、西新宿の風景、あ、見たことあるな、みたいな感じになるんではないかなと思います。で、近代的な建物も多いんですけども、実はですね、ものすごくね、レトロな街並みも残ってるんですよ。そういった形で新しいものから古いもの、そして遠くにね、富士山が見えたり、都庁が見えたりするわけなんですよね。いろんな表情を持っている、この東京西新宿なんですけども、実はですね、東京の、水道サービスの要といいますか、発祥の地でもあるということで、かなりね、重要な地区だということも言えるんですよね。まあそういった新宿の魅力をいろいろと伝えてくれるんではないかなと思います。のこのサッチャンネルね、皆さんチャンネル登録をお願いします。それからここら辺からですね、チャンネルのオーナーのサッチャンネルのサッチャンさんにね、ちょっとメッセージなんですけども、メールが来ております。ついに YouTube デビューしました。本当よくわからないまま、なんとかアップしました。チャンネル名、サッチャンネルの後に、フロム西新宿とかつけた方がいいでしょうか？いや、これはね、単に新宿の方がいいと思いますよ。新宿サッチャンネルとかがいいと思いますよね。それで、新宿サッチャンネルの他に、どんなことをテーマでやるのかってことも入れた方がいいですよね。で、YouTube の扱い、今が一番わからないので宿泊してますから、これからどんどん分かってくると思うと楽しみですということでございますね。はい、しっかりできてると思います。編集にね、声もしっかり入ってますんで、これからたくさん、その世界観をね、発信してくれるんだと思います。今日のところはそのぐらいかな。はい、皆さんチャンネル登録してね、応援のメッセージとかコメントを寄せてみてください。それではよろしくお願いします。ありがとうございました。